どうも、ラビタルの渡辺です。はい、松本です。はい、ということで、はい、本日はおすすめの洋画を紹介しよう。まあ、いっぱい見てきましたけども、はい、もう、絶対これはちょっと見てほしいみたいな、あれば、もう1本ずつちょっと紹介できればなと。いいですか？はい。どうします？どっちからいきます？じゃあ私からいいですか？ありがとうございます。いいですか？聞きたかった。じゃあちょっと、じゃあ渡辺さんの一番おすすめしたい映画。はい、まあ私はまあそれこそ一番最初に一本紹介してくださいって言われた時に、うん、一番最初に出たのはロード・オブ・ザ・リングやったんですよ。ああ。はい。まあ、全18作。いやいやいや、そんなない。釣りバカにしぐらい。そんなない。そんなない。そんなないけども。うん、6部作です。あれ。じゃあ、6まであるってこと？一応6まであるんですけど。長いなぁ。はい。ロード・オブ・ザ・リング、まあ一番最初3部作あるんですけども、うん、一部が3時間あるんですよ。長っ !3 時間、3時間、3時間。全部。マジで？9時間。マジか、はい、そんな長かったっけ？そう。ほんで、覚えてないわ。ロード・オブ・ザ・リングが、完結しました、うん、でその後に出てきたのが「ホビット」っていう3部作の、主人公じゃないの？主人公じゃなくて、主人公の おじさん、おじいさんになるかな、おじいさんの物語。あ、過去にあるんや。そうそうそう、主人公はだって、ロード・オブ・ザ・リングの主人公はだってホビット族やもんな。そうそう、あのちっちゃい、そうホビットみたいな、そうそう、小五みたいな、そう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 、やつらやもんな。小五みたいなやつら、小五の集団、小五の集団が3人組やっけ、うんうん、一応あのホビットも何人かおったやん、仲間。いや、4人4人か、うん、全員で4人なんで。ほんで、あのドワーフのおっさんとエルフと、エル、指輪のエルフと、そうそう、あと人間とシンプル戦士と一緒に行くねんな。そうそう、行くみたいな話なんですけど、それ言っちゃうともうちょっとそのストーリーがこう壮大すぎるんで、うん、はい、ちょっとやめました。あ、これが、ロード・リングじゃないんや。じゃないです。ごめんなさい。なんやねん。ごめんなさい、すいません。じゃあ、前振りが長すぎて。ま、次回。いやいやいや、ありがとうございましたじゃなくて。まあ、簡単にちょっと言えるやつ。言えるやつは、うん、あの、パッチ・アダムスです。これね、正直、もうほんまに、お笑い芸人を目指す上での、一個の、まあ、要素にもなったというか、はい、全然どうしようもなくなったおっちゃんが、うん、ある日なんかの一個のきっかけでお医者さんを目指すんですよ、うん、40半ばから、全然そんな勉強もできへんのに。別に普通の人やってん、普通の人やってんけども、治療方法とかまあ普通に治療もするけども、うん、もう全てにおいてお笑い、要は人を笑かして要は楽しませるっていう、それがベースになってるんですよ、そのまあお医者さんっていう、まあ、職業なんですけども、うん、要はこう患者さんを元気にさせるために、まあ、治療は治療で やるけども、それプラスアルファでこうみんなを楽しませるみたいな、うんうんうん、笑わせてこう患者さんを元気にさせるっていう、はい、パッチ・アダムス、パッチ・アダムスっていう、ちょっと見てみるわ、はい、パッチ・アダムスで、まあ、ピエロの格好をしたり、ほんま体張るのよ、要は。で、なんか一人の患者さんが、なんか、私の夢はね、って、なんか、大好きなパスタのお風呂に入るのが夢なの。っていう、なんかほんまに、それこそ、現実には、まあ、そんなん、できないっていうことを、はい、その話を聞いて、ほんまに、大量のパスタを、バスタブの中をいっぱいにして、それをこう、患者さんの前に連れて行ってこう、つからせるとか。なるほどね。ほんまにそのエンタメ、はい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 、人のためにこう、お笑いでこう元気にさせるっていう、ロビン・ウィリアムズ主演。そうっていうか、パッチ・アダムス今調べたらほんまにおる人やん。ほんまにおる人なんですよ、これが実在する人なんです。俺これ見たことあるわ。これはね、本当に笑えるし、すごい一番最後感動もするという、そのフィクションじゃないっていうところがまた、そうそう、なるほどね、そう、実話なん、映画いいよな。そうそうそう、まあ、そんなんもあって、なんか これ見て、あ、お笑いって素敵なんやなっていう。マジか。はい、ほんまにでもこれは感動しました、本当に。見たくなった、また見よう。なるほど、はい、わかりました。私はパッチ・アダムス、はい。じゃあ
松本さん、はい、どうでしょうか。ですね、はい、ね、うん、2個あんねん。1個でお願いします。あの、はい、選ばせてあげる。面白くて、はい、めっちゃ好きで、僕がめっちゃ好きで、はい、おすすめしたいやつか、うん、おもんなすぎて1回見てほしいやつか。あ、おもんなすぎてっていうか、うん、びっくりした映画あって、あ、えってなった映画があったんよ。俺は面白いって言う人もおると思うけど、はい、俺はびっくり1個、うん、ってなった映画が、あの DVD でレンタルして借りてんけど、アメリカンで借りてんけど、もうビッおもんなすぎて出して、俺フリスビーで投げそうなったの。窓から。でも借りてるやつだから買おうと思って。いやそうだったら そっちの方が気になるけど、か、もう普通に俺がもうちっちゃい頃に見て大興奮して、うん、この間久しぶりにテレビでたまたまやってて、うん、もうやっぱり大興奮した映画。どっちでもいいけどな、どっちも言ってもいいし、ほんまに、うん、おもんなすぎてびっくりした映画ちょっとだけ紹介しようか。じゃあ先、あ、もうその触りだけで、もう触りだけ、はい、それのタイトルが、うん、ゾンビズシティっていう映画で、うん、ゾンビもやってん、好きやな。で俺その時ウォーキングデッド始まったところで、うん、めっちゃ夢中やったゾンビ映画に、はい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 、でパッて見てそのジャケットが、うん、もうその荒廃した町みたいなところに男の人が、うん、男の人がってなってる、うん、ほんでゾンビの手だけが映ってて、うん、男の人を襲おうとしてるみたいな、うんうん、まあまあよくある、ええ感じやん。まあゾンビ映画なんで、ね、そうめちゃくちゃおもろくなかったとしても、うんうんうん、だいたいわかるやんみたいな、うん、まあまあ、外れはないわみたいな、うん、ほんまに唐揚げ弁当みたいな、うん、絶対うまいみたいな感じ、うんうん、まあ、外れではないなっていう話だね。そう、生き残るために戦ってんみたいな感じのやつやってんけど、結論から言うと、うん、この男の人一回も出てけへんねん、ま、出てけへんの。まず出てけへん、出てけへん。ほんで画面が基本的にちょっと白黒やねん、で血だけ赤いねん。あえてちょっとモノクロっぽい感じにしてんねん。はい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 。ほんで演出かな、演出やねん、うん、でチリかどっかの映画やねんけど、うんうん、あの女の子が主人公やねんな、うん、小学生、もうほんま幼小学校 1,2 年ぐらいの女の子が主人公で、うんうん、でゾンビウイルスが蔓延して、うんうん、みんなもうわーくちゃなっちゃうみたいな感じで、はいはいはい、うんうん、お母さんに、うんうん、逃げなさいみたいな、うん、言われんねん、はい、でお母さんはなんかその政府に、うん、軍人みたいなのに連れてかれそうなんねん、うん、なんかわからんけど、うん、生き残っ、まだゾンビになってないねんけど連れ去られんねんか、うん、ほんで女の子も捕まえられそうなんねんけど、うん、逃げなさいっつって逃げんねん、うん、でお母さんは、うん、どこに逃げたらいいかって言ったら海に行きなさい、うんうん、海に行ったら人魚と大きいイカだかな、うん、イカとが船で迎えに来て助かるみたいなおとぎ話をずっとしてたんよ、はあはあ、でバッて行ってでいろいろあんねん、うん、曲折あって最終的に仲間も集まんねん子供、うん、ね、ほんで海に着くねん、うん、ほんならお母さんが言ってた通り、うん、大きいイカがバーンって出てきて、はあはあ、船みたいなの出てきて、うん、わーってみんななって、わーってエラみたいなのできて女の子に、うん、で半魚人みたいな人魚になって、うん、海入っていって終わんねんか、びっくりせえへん。ほんでこれなんでなったかっていう説明ないねん。ゾンビ映画よね。ゾンビ映画やねん、うん、で全く何の説明もなくて、えってなって、いかは、いや、わけわからんねん、なんでそれがお母さんの言った通り出てくんのか。ほんで俺そのもうわけわからんすぎて、うんうん、あのネットで、うんうん、考察じゃないけどもう解説、はいはい、見ようと思って見たら俺と同じ意見の人めちゃくちゃおってなんでこんなことなってんのみたいな、はい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 、誰もわからん、ほんまに一回見てほしい。ゾンビズシティゾンビズシティっていうまあ一応ほぼほぼゾンビはいっぱい出てくる。めちゃくちゃ出てくる。めちゃくちゃ出てくる。でその
あんねん。中にいろいろ起きるねん。うん。いろいろあんねん。それはゾンビ絡みでしょ、ゾンビ絡み。でも、この、女の子に、エラーみたいなのができて、みたいな。もう人魚いきなりなんねん。で、説明の。女の子だけ？え？女の子だけ？なんかね、あんまり言い過ぎたらわかんのかなと思うんやけど。ネタバレになるから。そう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 。ネタバレもクソもないねんけどね。めちゃくちゃ短いし、90分ぐらいしかないから。あー。で、なんか子供たちだけで逃げてるやつらがおったんよ。で、そこに合流すんねん。で、子供の仲間いっぱいできるみたいな。そう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 。ほんで、女の子だけゾンビに襲われへんねん。なぜ？これは結構言ったらあかんかもしれん。ゾンビに襲われへんねん。はい。なぜか。なぜか。で、ゾンビに襲われそうになってるっていうシーンがあんねんけど、うん、そん時にちょうど他のその国の軍人みたいなのもおって、はいはい、襲われそうになったっていう時に軍人とゾンビとおって、うんうん、でゾンビは女の子じゃなくて軍人を先やっつけに行くみたいな、うんうん、戦ってその隙に逃げるみたいな感じやねんけど、よくよく見ていったらゾンビは女の子を襲おうとしてるんじゃなくて、うんうん、軍人に連れて行かれそうなってる女の子を助けてんねん。実は、うん、これなんで襲われへんのみたいなもう理由も多分なかった。あったんか、理由はなかった。いや理由というか説明がない。うーん、謎やね。まあでもそのエラーができてみたいな、人魚になるっていくと結局人間じゃなかったってことでしょ。なんなんやろうな、知らん。ほんまにわからんねん。ほんまにわからんねん。わけわからんすぎるな。そうそうそう、ほんまに びっくりした。いや多分言ってるんかもせえへんねんけど、わかりにくいのよね、とりあえず。なるほどね。ちょっと一回これ見てる人ね、ゾンビズシティ見て教えてください。解説して、解説。俺もう一回見る、もう根性ない。2回見てん、一応2回も見た。いやほんまに、え、納得いかんすぎて。2回見た感想はしんど。目いたやったから。あ、じゃあそれはね、まあある意味興味が低そう。ほんまに見てほしい、うん、ほんまに見てほしい。ゾンビズシティ多分ネットフリックスとかにもないから、うん、当然ほんまにビデオ屋さん駆けずり回って探して、意味わからんすぎてみんなに見てほしい映画でした。わかりました、はい、いきます、うん。あらすじだけって言うおっしゃってたんですけど、ほぼ言ってくれ。駆け抜けてたんで。いやでもこれはでも言わない、伝われへんから。まあ絶対この重びっくりした加減、加減を、うん、わかりました。そうやねんな、はい、そうやね。もうすごい熱量で喋ったよ。ほんまに見てほしいね。面白かったけどなっていう人に会いたい。探してみたいですね。そうそうそう、なかなかおらんやろな。めっちゃまず見たっていう人がどれぐらいおるかもあるし。そうなんや。そうそうそう。いやそれじゃなくて、うん、ちょっとほんまにめっちゃ見てほしい映画1個あんのよ、面白くて。ほんまにね、これはマジで見てほしい。いきますか。はい、はい、いいですか。いいですよ、はい、全然全然。僕が、ほんまに皆さんに見てほしい映画は、うん、ラストアクションヒーローっていう映画なんですよ。金曜ロードショーでたまに、ほんまに数年に1回、そうね、10年に1回ぐらい、主演がアーノルド・シュワルツネガー、はいはい、僕の永遠のヒーローですね、うん、でこれどういう映画かって言ったら、映画ファンの男の子が大好きな映画があって、うん、その映画の世界に入っちゃうっていう映画に、うん、あの世界に入りたいって思ったその夢をやってる映画やねんな。だから主人公の男の子はそのシュワルツネッガーが演じてる、うん、ジャック・スレイターっていう映画があるの、うん、それはそのラストアクションヒーローの中でヒットしてる架空の映画、うん、やね、刑事、もう筋肉ムキムキマグナムドンパチ映画、うん、その主演がアーノルド・シュワルツネッガー、うん、でずっと追っかけて最新作の3を見に行ってみたいな、で行きつけの映画館のなんか館長みたいな人に魔法のチケットがあるんだよ、はい、そうですね、金のチケットの半券みたいなのもらう、はい、これが、うん、魔法の力が宿ってて
映画の世界に入れるっていうね。ほんでその映画の世界に入ってなんかジャック・スレイターと一緒に悪者をやっつけるっていう映画やねんけど、これ映画の中に入ってじゃあどうやって戻ってくん、戻ってきて終わり、映画の中で悪者やっつけて終わりじゃなくて、最後クライマックスというか佳境になったら逆に映画の中のジャック・スレイターが現実の世界に来ちゃうの。逆バージョン。そうそうそう、その悪者、映画の中の悪者が、うん、その主人公が持ってた金のチケットを奪い取って、うん、現実の世界に出てきて悪さする、はいはいはい、ほんでそれを捕まえに行くには俺らも出なあかんやろっつって、うんうん、バーって出る。で映画の中の世界で起こってることって現実ではできん、うん、で映画のジャック・スレイターの中でのシュワルズネーカー、ジャック・スレイターって主人公の名前だけどはもう腕っぷしも強くて無敵でやつやけど、あの車とかも窓ガラスバリーンって割って鍵開けて行くぞってやけど、現実の世界で悪党を追いかけるために車取らなあかんってなった時に思いっきり映画みたいになんねんけど全然割れへんとか、そういうことも、そう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 、はい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 、で鉄砲で撃たれても全然致命傷になれへんけど、うん、現実の世界で撃たれたらめちゃくちゃ致命傷だったとか、痛い、うわ、おい、映画と違うぞみたいな、なんかそう降りるところがあんねんな設定から、うん、それがめちゃくちゃおもろい。な、結構前の映画よね。めちゃくちゃ前の映画よ。めちゃくちゃ前よね。1993年の映画。3年の映画か。30年前。うわ。もうそんな俺が5歳の時とかに公開したんか4歳5歳の時に公開して、ちょっとしかで俺でも小学校で見てるから、うんうん、まあ、ちょっと経ってから見てるのか、うん、かっこええねんジャック・スレイターが、あっかいってムキムキでな、結局シュワちゃん、あっかい T シャツピチピチで着てな、青いジーパンでな、バックルこんなんやねん、めっちゃでかいバックル作って、めっちゃかっこええもん。シュワちゃんやったら何でも見るよね。シュワちゃんやったら何でも見る。もう全部面白い。あと映画の世界やから、うん、なんかジャック・スレーターがおまじやけどおる警察署行ったら、なんかな、その仮面出演みたいなんで、うん、ターミネーター2の液体金属をやってて、うんうん、が警察署歩いてて、そんなんとかもあんねん。ターミネーター2の液体金属じゃん、うんうん、なんかそんなんとか面白い、めっちゃなんかこうリアルとね、それこそ映画の世界をこう、そう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 、共存してるというか、うん、いいんじゃないですか。ラストアクションヒーロー、ラストアクションヒーロー、だからその主人公は内容知ってるから、うん、悪役が誰でとか黒幕が誰でってストーリーを分かってるから全部あいつはああなんだよみたいな、うんうんうん、とか言っちゃうのよ、その、うん、映画のジャック・スレイターに、うんうん、お前なんでそんなこと知ってるんだみたいなことでなんかいろいろあってみたいな、これはめっちゃおもろい。これ見た人はほんまにみんな絶対筋トレ始めると思う。そうかな、ジャック・スレーターになりたくて、ジャック・スレーターになりたくて、あんただけやろ。そう、逆に言うたら今年筋トレしたいと思ってる人は見た方がいい、見た方がいいです。そんな感覚なるかな、映画見て。はい、わかりました。はい、ということでラストアクションヒーローと、ラストアクションヒーローと、ゾンビズゾンビズシティ、ぜひよかったら見てください。どっちもマジで見てほしいです。わかりました、はい、私はパッチャーダムズでございました、はい、はい、ということで今日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。